上から行きます。上からまずこちら足元かわいい小学生だ。あ、ロリ来ちゃう、もしかしてロリになっちゃうか、ゴスロリ。はい、じゃあまずこう、あれまだ足元白い、これ全身白か。あ、ここで見えちゃいましたね。ここで足元が見えましたと。これは剣、メイスと剣を、つまりこれってあの士官学校かな、士官学校の衣装なのかな。あれあれ、でもあれエプロン、あれなんだこれは。これはおっと、なんか持ってんね。あ、なんか脇毛も出てきた。あれ脇毛も出てきましたと。でも胸が揺れてんね。いきますか、ズンズンズン。お、なんか持っていますねこれ。もう見えているけど、おっとおっとおっと、お酒？いやわかんない、これまだまだあれかもしれない、なんかそういう武器かもしれないでしょ、武器、ガソリンかもしれない。ガソリンかもしれません。蜂蜜？なんか水面が、これえすげえ、てか団長今気づいた、水面が揺れている。これは皆さんこの衣装わかりますか、これビール持ってますね。そう、ビールを持っているということは、はい、ザザザン、はい、皆さん、こんばんするー、オンライブ3期生のディアンドル娘、白金ノエルでーす。はい、乾杯ということで、実は団長、この衣装、ディアンドル衣装でした。ただね、ちょっとケープをつけているので、あれだね、村人っぽくなってるかもしれない。はい、ロングです。これね、ケープも脱げますので、ちょっと脱いでもいいでしょうか。はい、ケープを脱いだ姿はちなみにこちらです。はい、どうでしょう、かわいいですか。はい、乾杯。そう、オクトーバーフェス、なんかちょうどね10月で、なんか本当に9月の予定だったんだけど、なんかちょうどいい感じになったね。はい、オクトーバーフェスということで肩も出ています。団長ラプンツェルが好きだからお花とかもつけてみました。で、しかもこれね、あのこの髪型に、はい、あの牛さんも牛さんもつけれます。こちらがなんか本当に完全に村娘っぽくないですか。そう、牛耳つけれます。え、これ真面目ちゃんだな。優等生感すごいな。ちょっと見せてないパターンあるかもしれんけど、まあでも一旦こんな感じで、1時間ありがとうございました。ということで、ありがとうございました。おつまするシアーズ、乾杯乾杯。チュニューチュニューチュニュー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 